ダッキと呂布、凶悪かつ強力な2人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗仁と周泰、鉄壁の守り手といってもよい2人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えんぞ。ああ、この宗主公防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。ダッキ率いる大軍が迫って、この城は宗主公が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るまで守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってって。うん、見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。切ってあげた。でね、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しよう。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。これが叶う相手じゃねえか。武人の手本とすべき活躍よ。一人で突っ込むバカな若者。直政水産。あいつのことを思い出してしまう。もらい受ける。いざ行くぞ。撃ち取った。この世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬが手を貸そう。助太刀ですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。敵将を切ってあげて。助かりました。あの、この城を奴らから守ってるんですか。うん、よければ手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。連れ、西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。行くぞ。いいよ、助けて。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。その武勇、うずうずするな。やっぱりお前は強い。マイ、こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。放っておいたら城が危ない。俺が食い止め。むやみに戦った挙句助けを求めると、ダメだ、ダメすぎる。そう言うなよ直政。俺は好敵手のお前に会えて嬉しすぎる。父上と張り合うなんて敵の穴だ。やはり随分やるようですな。私たちも気を引き締めねば。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。うん、見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。一体どこなんだろう。日の本の城のような気もするけど。直政水産。
なんて見事な剣さばきだ。俺あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。よし、間に合った。ここに伏兵を置けば敵の増援を崩せる。前、総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。すごいな直政、これも負けられない。待たせたな。引っかかったな。なぜここに敵が。城はひとまず守れましたね。負け押されている。このままの時期に突破されよう。敵さん案外しぶとい。でもこれで終わりかなね、ジーキューさん。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。砲術を放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が王術を止めてくる。島津は最後まで諦めない。豊久殿を死なせてはならん。誰か援を頼む。見事で、お前は死ぬ。飛行こそ真の三国無双よ。あの若武者一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。必ず城を死守する。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。切ってあげて。よし、これで砲撃は止まったぞ。さあ、かき乱してやろう。うん、見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。みんな、よく持ちこたえてくれた。これよりは我らが共に戦おう。孫権殿、これで流れも変わるだろう。皆の仲間で守りきれた。もう孫権さんたち来ちゃったの。城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。マイク、あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだな。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と靴を並べようとはな。それほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫武の闘将の力、まことに心強い。見事だ、お前らしい。集隊、よくぞ城を守り抜いてくれた。いいえ、俺の働きなんて皆のおかげです。チェスト！何何？この子ちょっと残念な感じなの？宗神殿、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、
この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますから、よろしくお願いします。ああ、よろしく。